こちら、豚ハツとししとうと、しめじと、新玉ねぎの、ウェイパー炒めですね。ちょっと美味しそう。でこちら、ベリョクさんの豚肉餃子で、こいつで、牛肉のハラミもいいんですけど、豚のハラミも、独特の食感と味わいがあって、まあ何より安いのがいいんですよね、豚って。今週から夜勤に入るんで、ちょっと夜更かししてます。はい、こちら例のね、ちょっと半日寝かせた、野菜サラダ、春サラダね、こちらと、はい、こちらスナップエンドウと、アンティエのソテーです。でアルバーカでやってます。今夜、飲んじゃいます。初日夜勤シフト、夜勤シフト初日なんですけどね、夜勤明けに、刺身の盛り合わせ、これ週末にね、買って食べてたスモークサーモンとホタテと、桜鯛のね、残り盛り合わせと、これが厚揚げと、ネギの炒め物です。ごま油で炒めて、釜田のだし醤油で、仕上げました。で、黄身屋のほっぴりいただきます。こちらネギをたくさん積んで、今ね、録画してる楽器の使いのサイリント図書館、久々に見てるんですけど久々に見ると面白いですね。これね、最近までネギの緑色の部分ね、本当の緑色の部分って食べられないものだと思ってたんですけど、これが意外と、なんだろう、ネギの香りが強くていける、食べれることに気が付いた。ネギのパワーが、すごい強いですね。翌日の撮影となります。やっぱり夜勤明けで飲んじゃってます。今回は発泡酒の、これはプライムリッチ社の箱買いしたんでね、ちょっとしばらくプライムリッチでいこうかなと思って、例のね、お披露目なんですけど、通販で買った盆栽、桜、もう8割以上咲き誇ってます。いや、素晴らしい。こちらがね、アンティエというソーセージとシシトをシンプルに炒めました。室内で、花見しながら、花見酒。ボタンです。こちら例の煮物ですね。大根を加えて、さらにパワーアップさせました。また木の芽ね、超重要なんですけど、タケノコでよーく、本当によーく染み込ませて、もうやばいぐらい、もう色がね濃いんですけど、また花見をしながら、今度は服のヒレ酒をね、温めました。ちょっとこれでいただこうかなと思います。こちら冷凍のね、冷凍食品のママスパゲティをね、まあ、ナポリタンバージョンなんですけど、これを別にね、余ってたナスとピーマンと新玉ねぎを加えて、ちょっと豪華にしました。具沢山です。で、アルパカーノの赤ワイン、途中でちょっと味変でタバスコでちょっとエンジョイしちゃいます。
うん、ちょっと甘みですね。ナポリタンは甘いのか、確か。翌日の撮影です。休館日とは何ぞや。今夜だけは、ブレイコー。はい、翌日の夜勤明けの晩酌模様です。シャウエッセンと、大根おろし、もずく、三つ葉の残りと、大葉さん、プライムリッチで。はい、こちらね、現在、酒の締めになるかどうかわかんないけど、まだ、二八そばの、これね、おすすめ、何これ、相模屋のね、有名なメーカーのお出汁が染みた油揚げ、これを入れます。ほら、ほら、ほら、ほら。というわけで、雲海のクラッシュロックと、こちらですね。いい感じじゃないですか？こんなアングルで。よくわかんない。で、揚げ玉をね、ちょっとトッピングで。せっかくなんで。入れます。キツネ付きなんでね、キツネが3枚も入ってます。ちょっとこれ酒の締めに多いぞ。うまい。酒もうまい。蕎麦もうまい。言うことなし。ね、今気づいたんですけど、揚げ玉ね、市販の揚げ玉ってあるじゃないですか、これ。そのままスナック風味でいけるのと、これは、普通にというか、普通以上に酒のつまみに、すごい合うということが、わかりました。うん。これうまいわ。うん、柿ピーを超えた。はい、皆さんこんばんは。今夜はね、もう日付変わっちゃったんですけど、土曜日から、日曜日の深夜になりました。こちら、もう見るからにお高そうな結構いい、ね、牛肉、こちらを使ってね、あのステーキサンドエッグスをね、ちょっとまず最初の第一弾のつまみに作ろうかなと思います。火力をマックスにして油を引いて、いよいよ焼きます。今ね、こちらただいま焼いたばっかりのステーキをね、蒸してます。ちょっと中までね、ちょっと火を通したいんで、こちらが、目玉焼き X を作っています。はい、ちょっとね、深夜1時20分回っちゃいました。サラダと、ステーキサンドね、とステーキサンド X か、いただこうかなと思います。酒はバードワイザー、このね、中がピンクサファイアでいい感じです。この、久々に飲むバドワイザーなんですけど、
本当ね、久々に飲むとうまい酒ってありますよね。なんかアメリカ人になった気分です。今夜中の4時17分ですね。今すごいいい匂いがするんだけど、エリンギと、新ニンニクのごま油のね、あのホイル焼き、いい匂いする。いやいやいや、新ニンニクね、あの皮をね剥いてね、その脱皮率っていうかね、すごい多いんですけど、こんなねちっちゃくなっちゃうんですけど、これがまたうまいんだよね。山椒小粒はピリリと辛いじゃなくて、これ新ニンニク小粒はギリリとうまい。うん、うん、このホクホク感、うん、繊細な、うん、これ熱感が合わないわけがない。わお。日曜日昼下がりというか、もうちょっと夕方の5時近くなっちゃうんですけど、神戸牛タルタルディップをねつけたライ麦パン、キャッチャーインザライ、これがめちゃくそうめえ。なんでこんなうまいんだ。こっちの骨付き豚肉もうまいし。やっぱ人間こう、うまいもん食ってると幸せになりますね。はい、ベルクさんの半額セール、納豆巻きとからし醤油つけてね、まあ、こんなんでいいんすよ。これからの酒の締めにね、あのホタルイカ新物の、パスタを作ろうかなと思います。こってフライパンで、ね、油がこってり残ってるんですけど、これあの今日夕方5時前に、ね、焼いた、これ使って焼いたあの豚肉骨付きを、焼いたんですけど、それの残ってる油で、ね、これもったいないんでね、これをこの出汁に使おうかなと思います。ちょっと貧乏症なんでね、これね、この油もったいないんですよね。この今火にかけてね、ちょっとあの炒め物利用しようかなと思います。でこちらホタルイカね、あの目玉がね、ちょっとあの歯に挟まったり、あのちょっと邪魔なんでね、歯触りが、この目玉の、ね、処理を行ってからちょっとパスタを、ね、作りたいと思います。でこちらがもう水漬けパスタで柔らかくしました。あと春キャベツとかねあるんで、これも一緒にやるかな。こんな感じでできました。ホタルイカと春キャベツとアスパラ、新玉ねぎの、適当、成り行き任せの、ホタルイカパスタです。でアルパカはね、白ね、まだ残ってるね。これを平らげたいと思います。贅沢にホタルイカをね、この2つと言わず3つ串刺しにしてまとめ込んで、パスタと共に。特に3月4月はね、ホタルイカの新物が出回ってるんで、もうこれをね噛まないわけにいかない。
今日は炊きたてご飯タオ。本日火曜日の撮影です。昨日のね、月曜日から休館日撮ってます。もちろん今日も休館。これね、ちょっとのね、量の炒め物とか、ちょっとのね、揚げ物だったら、このちっちゃいね、目玉焼き用の小さなフライパンでもこと足りるんだよな。掃除もね、楽だし、あと油の量もね、節約できるってことで。今回、シャウエッセンとキャベツ、春キャベツの炒め物です。ご機嫌だぜ。はい、ちょっと今夜はアマノフーズのインスタント味噌汁。レベルが高いね。お味噌汁です。で、卵かけご飯は、後でね、行くんですけど。まず、こいつの炒め物とね、あとこの、初めて買いました、茨城名産。茨城の名産って初めて聞きましたけど、味付けの切り干し納豆。この中に大根の切り干しが入ってるそうですね。ちょっと美味しそうなんで、楽しみです。初めて食うんですけど。うん。うん。本日の撮影は、金曜日。今週は月曜、火曜、水曜、木曜とね、禁酒していました。実に4日ぶりの、酒となります。あ、ちなみに今夜は晩酌をします。ということでね、こちら冷凍庫でね、こちらストックしてある手羽中唐揚げセブンイレブンね、イレブンセブンとも言うんですけど、これがね、本当に冷凍食品の鶏肉料理の中ではもうダントツピカイチおすすめのやつなんでね、本当にお酒のつまみにも最適です。これと、これが、ね、今、CM でね、やってる、ちょっと結構かっこいいスタイリッシュな、冷凍チャーハンのね、やつがあるんですけど、それのやつをね、ちょっと買いました。ワイルディッシュ焼き豚五目チャーハン、ね。これこの CM、やってる CM のね、この冷凍食品の、冷凍チャーハンのね、売りは、この袋が皿になる。そしてパッとね、チンして、ちょっとこの袋のままね、そのままもうシンプルに食えるっていうね。ゴミなんだけど、ちょっと、ちょっとスタイリッシュな感じに食える、冷凍チャーハンがね、CM でやっててね、ちょっとそれ気になってね、ちょっと買ってみました。とりあえずこの2つで、晩飯、というか晩酌をね、楽しみたいと思います。はい、レンチン終了でございます。よかった、出ます。ね、これもちょっと今膨らんでたんですけどね、パンパンに。ちょっと、しおれてきました。蒸気がね、抜けてきて。これをこれからね、こうか、この向きにして、開けてね、ここ、開けて、そのまま、食えると、直接。そんな感じです。ちょっとね、ギガレモンと一緒に食べたいと思います。そんな感じでね、今ちょっと食べちゃったんですけど、袋の中身はこんな感じ。やっぱちょっと野郎のね、男一人だと、ちょっと物足りない量かなと。飲むんですけど、いっか。普通にうまいチャーハンですね。やっぱりこれはね、裏切らないチキンですよ。湯豆腐のおかわりにホッピーのおかわりをいただきます。深夜3時を回りました。土曜日になりました。こちら、布袋の缶詰で、有名なね、布袋のメーカーの焼き鳥の缶詰があるんですけどね。塩味と定番の、タレ味ってです。これ宇宙日本食として、認証されてるそうですね。こっちのタレ味はね。の缶詰なんですけど、これに、カップ麺シリーズが、タレはこっち、塩はこっちでなんか出てたらしいんで、ちょっと買っちゃいました。この二つはね、結構自分飲めなんですけど、つまみにね、最適なんで、ストックが結構あるんだけどね、これにこの合わせて、麺シリーズがあるとちょっと思わなかったんでね、ちょっと店で見かけたんで買っちゃいました。でこれね、結局、その塩味の方は、一応塩味がベースなのかな。一応説明書書いたんですけどね、布袋の焼き鳥の炭火焼きの香りとさっぱりとした塩味の味わいをイメージしたラーメン。布袋の焼き鳥の商品写真はイメージですって書いてあるんですね。
固定の焼き鳥を使用した製品ではありませんって書いてます。まあ要するにこれっぽい感じの同じメーカーが作ってる、まあカップ麺、これ塩ラーメンですね、というわけです。これを酒のつまみにまたね今から飲み食いしようかなと思います。でこっちも同じくね、まあこれ風味のカップ、これカップラーメンではカップそばですね、おそばバージョン。まあどっちをね先に食べようかなと思ってたんですけど、まあ今回これとこっちのペア塩ラーメンでちょっといこうかなと思います。というわけで焼き鳥の、塩味炭火焼き、中はねこんな感じになってますね。うん、なんか美味しそうな感じがする。うん、これからちょっと食べます。で酒はもちろんマグナムドライ本辛口、これねあのスープが意外と絶品でまろやかなんですよね。塩味なんだけどあっさりしてない、こってりとした塩味、濃厚塩味って言ってるんですかね。いいですねこれ本当に。ここに後半で玉を落とす。世の中落としていいものはねちょっと限られておりまして、落としていいものは卵です。こんな感じでちょっとねさらにまろやか濃厚、うーん、あーこれアリだわ。モハメドアリで、ここに固定の焼き鳥塩味、うん、はい、今夜はねちょっとあのまあ土曜日の、晩酌夜9時20分なんですけど、魚沼のねいつもアスカでね飲んでるんですけど、こいつはちょっとあの冷やでいただこうかなと思います。でこちらベルクさんの、田舎風きんぴら、ごぼうとね、人参とこんにゃく入ってます。ね、これが、別のスーパーで見かけたんですけど、クジラの生の刺身です。珍しいですね。ちょっとこれを、ユッケ風のね、やつがついてきたんで、付属で、ちょっとそれのタレでね、つけて食べようかなと思います。珍しい。ちょ、今ね、一切れ食ったんですけど、なんだろう、なんて表現していいんだろう。やっぱり独特の味わいがしますね。うん、うまいのかもしれない。ただいまね、お酒のつまみ第2弾、ボイルのねタケノコをね本和カフェで、両面に焼いています。本和カフェでね炙りまくったタケノコ、うん、うまっ。うん、これね、地魚の作り。4セット、4種。ここに、タル酒がね、追っかけるという、本当に幸せの組み合わせです。タル酒ってもね、たまに飲むと、味わい深さがわかる。うん、うん、樽のヒノキの香りがします。いやもうこのご時世ね、暗いニュースばっかりだけど酒だけは裏切らない、うまい。さっきねちょっとね酒のつまみの追加です。こちらちぎり焼きたらですね、あのたらひもとかってありますよね、あの細長いねちょっと手頃なサイズのね、あれではなく、ちぎり焼きたらなんですけどね。これ、ベルクというスーパーで買ったんですけど、これがちょっとね、ちょっと引きますね。引くと、あらららら、ちょっと長いな。っていうぐらいのやつ、長い。これね、今からつまみで食べます。ちょっとこれね、全体を移すのには、ちょっともうちょっと引かないと、もっと引かないとダメですね。で、折りたたんでも、まだ大きい。で、味わいなんですけど、まあ普通に、うん、アスカにね合うような感じがします。うん、はい、今回こちらで焼き肉っちゃいます。ではでは
もう油をね引かなくてもサシがあるから、サシ原理の今回のフライパンではなくホットプレートでやってますね。ホットプレートの方が熱量がね高くて焼き具合がねいいんですよ。あとニンニクの芽、はあ、やっぱこの組み合わせが最高だわ。いや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 、エバラ焼肉のタレをつけてこんな幸せはありますかね。ない。幸せ。